こんばんは、もう少々お待ちください。途中で声が聞こえなくなったりしたら言っていただければと思います。はい、はい、お願いします。今12人です。はい、はい、聞こえますか？聞こえたらお返事していただければと思います。聞こえますか？めっちゃ緊張してます大丈夫そう？大丈夫そうですかね。はい、どうしようかな、もうちょっとこっちだよ。はい、はい、はい、ではじゃあ初になるんですが、犬心ララポート店としてのインスタライブを始めさせていただきます。ちょっと声が小さいそうです。聞こえない、はい、ここ大丈夫、ここ大丈夫です、今日は。はい、はい、じゃあ繰り返しになります。じゃあ初になるんですが、犬心ララポート人としてのインスタライブを始めさせていただきます。初めての方もいらっしゃると思うんですが、店長やってる岩波と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、なんか質問とか疑問点あったらコメントいただければ、はい、ご回答させていただきますんでお願いします。はい、で犬心ララポート店なんですけど、今こちら北館の、西館寄りの北館っていうんですかね、に場所を移って営業してるんですが、今年の2月に移転しました。ただララポートの中としてはもう23年になるのかな、今年で、うん、はい、古くからやらせていただいているお店になります。はい、で今日なんですが、じゃあ犬心ってどういうお店なのとか、どういう商品売ってるのとか、はい、そういったもののご説明ですとか、あとはイベントの案内とかができればいいかなと思いました。はい、でちょっと今日初なんですけどライブをやらせていただいております。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、でお店なんですが、ちょっと映していただくとこんな感じになっております。縦長のお店ですね。で大体半分あたりで、区切られてまして、奥にこちら側ですね、こちら側にはフェレットワールド、はい、犬心ララポート店、フレットワールドララポート店、お店としては一つとして実はやらせていただいております。なので小動物の用品ですとか、はい、あとはその他ですと何ですかね、たまにミーアキャットがいたりとか、はい、そういった動物もおります。でこちら側半分ですね、先ほど映してた方が主にワンちゃん猫ちゃんのお品物を用意しております。で奥にあるのが、ですね、グルーミングって書いてるんですが、トリミング室ご用意しております。はい、で早速商品なんですけど、ちらちらとご説明できればなと思うんですが、まず一つ目がこちらですね。はい、うちのお店としては今一押しと、はい、しております商品です。でこれ何なのって言いますと、僕らの会社ですね、はい、NC っていう会社なんですけど、お客様の声などをいただいて実際に商品化したものになります。でまず例えばこちらですね、おやつとかになるんですが、まあ、極力本当に混ざり物が少ないようなうずらだ、うずらですね、はい、原材料を見ていただくとうずら、はい、で隣にはエミューのスティックがあるんですが、こちらもエミュー肉というような感じで、混ざり物が少ないものとか、あとは天然のもの、そういったのが欲しいという方が非常に多いので、そういった商品を作っております。あとは今話題に、ね、なってますね、スーパーフードと言われるキヌアですね、はい、こちらもアレルギー物質が非常に少ないものになっておりますので、使われているお客様も非常に多いお品物になります。あとじゃあこちら下とかになりますと、ご飯のトッピングとかにも使える玄米ですとか、こちらは鹿のすね肉、はい、レトルトの状態になっているようなものですね。で最近販売されたのですと、こちら鮭のチップとかジャーキーとかですね、こういったお品物もございます。はい、あとこちら隣側になると、こちらは主にサプリメントになるんですけど、乳酸菌ですね、はい、
この乳酸菌何が違うって言いますと、ワンちゃんの体の中に含まれている乳酸菌の割合が多いもので作ったものになります。なので非常に効果が期待できるんじゃないかなっていうお品物になりますね。あとこちらはケストースって言われるものです。まあ細かく言うといろいろあるんですが、すごい簡単に言いますと、お腹にいる乳酸菌、いい菌を増やしてくれる乳酸菌の餌って言われるようなものです。はい、なのでこちら乳酸菌と一緒に取っていただくとお腹の調子が整えられるような形になっております。はい、こういったような感じで、あのお客様からこういうのあったらいいなっていうものを実際に商品化しているのが私たちになります。であとお隣ですね、こちらにもシリーズございまして、こちらは食べ物ではないんですけどケア用品って言われるものです。でここにあるものが、シャンプーですね。はい、P ドットっていうブランドでやっております。シャンプーも6種類あるんですが、こちらがシャンプーで、こちらが皮膚がですね、ちょっと湿疹とか皮膚疾患が起きている子に使えるシャンプーですね。あとは白おしょう、ちょっと油がうちの子多いんですよっていう方に向けて作った、クレンジングみたいな感じです。はい、油落とし。でこちらがリンスインシャンプーとかでよく言われる、なんて言えばいいんですかね、リンスっていう言い方が一番いいですかね、保湿力が高いリンスです。入浴剤みたいな形で使います。あとはフケがうちの子多いっていう場合はこちら温浴剤を使っていただく。でこのスキンミスト、こちらは、今の時期に非常に使えるかなと思うんですが、こういうですねノズルついてるものに頭変えていただくと便利なんですけど、お散歩に行く時の虫よけとしてもご利用することができます。はい、なのでお散歩行く前にこうシュシュとこういう感じで普通に、はい、出していただいて、ワンちゃんなどにかけていただいてお散歩行っていただくと虫よけの効果もありますので、はい、こういった使い方もしていただくのもいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと立て続けにね商品のご紹介しちゃってるんですが、あとこちらはですね、最近、はい、できたものも中にはあるんですが、人間飼い主様と一緒に使える商品というので、はい、作らせていただきました。こちらパーフェクトローションプロというものとこのクリーム、まあ、イメージで言うとあの液体タイプかクリームタイプかっていうような感覚になるかと思うんですけど、非常に浸透率が高くてですね、例えばワンちゃんがクリームとかで使うと肉球とかですかね、肉球が少し荒れてるっていう子とかに使っていただくもいいですし、このローションっていうのは女性の方とかだと使うと思うんですが、化粧水みたいな形でご利用することができます。でワンちゃんどういう風に使えばいいのっていうと、先ほどと同じような感じなんですがノズルつけていただいて、これおすすめできるのは、お家でブラッシングするときとかですね、そのままスリッカーとかコムとかでブラッシングする前にこうシュシュッとかけていただくと、はい、非常に口通りも良くなりますし、これ自身が毛の中に栄養分を入れてくれまして、非常にその毛艶も良くなります。一石二鳥になるかと思いますので、そういう使い方もしていただければと思います。あとはこちら、はい、パーフェクトウォータープロっていうものなんですが、僕は今の時期これは皆さん1本持っていただくと非常にいいかなと思っております。これ何かというと、本来お水にこちら液体入れていただいて飲ませていただくのがいいんですけど、これ原液で与えることもできます。で昔で言うと水素水に似たような感じなんですが、量子イオン水って言いまして、水素水よりもより吸収力が高いものになります。じゃあどういう時使うのっていうと、まあ、今涼しい時間を選んで皆さんお散歩とか行っていただいていると思うんですけど、ちょっとバテちゃったりワンちゃんが暑そうだな、あ脱水心配だなっていう時にこちら開けていただいて、そのままワンちゃんのお口に垂らしてください。はい、そうすると非常にこれ水分の吸収力が早いので脱水の予防とかになったりします。なのでもちろんね、お散歩しながらお水途中に飲ませてあげる、これは大事なんですけど、心配だなっていう時にお水に混ぜてもいいですし、原液でそのまま与えてもいいので、はい、こちら6本入りもあるんですが、まず試してみるっていうのであれば1本1210円で売ってますんで、はい、これでワンちゃんのね、熱中症予防できるっていうものであれば非常にお買い得かと思いますんで、もしよかったら、はい、使ってみてください。で猫ちゃんにももちろん使えます。はい、なんなら人間にも使えます。はい、あくまで飼い主さんと共用で使えるものになりますので、最初はね、どんなもんなんだろうっていうふうに思うかもしれないんですけど、1本からお試しいただければと思います。
はい、お願いします。はい、あとは、非常に今一番うちのお店で人気になっていただいている商品がこちら、パーフェクトオーラルプロっていうものですね。これがですね、非常にお客様の中で今大人気になっておりまして、何なのかっていうと、お口のケア、要は歯磨きの一種で使っていただくことができます。もちろんね、毎日日頃こういった歯ブラシ使っていただいて、ワンちゃんのお口磨いていただくのが一番いいと思うんですけど、その中でもなかなかね、ワンちゃんを口開けさせてくれないとか、もう嫌がっちゃってどうにもできないっていう方もお悩みも多くいただきます。で、そういう際に使っていただきたいのがこちらパーフェクトオーラルプロなんですけど、ちょっと頑張ってワンちゃんにお口を開けてもらいまして、お口の歯のところですね、歯と歯茎の境目あたりで構いません、両方ですね、右側左側ともにこちら垂らしていただく。はい、そうしますと非常に殺菌力が高いものになりますので、はい、本当はブラッシングしたいんですけど、それができないという方、こちら使っていただくだけでもすごいお口の予防になります。欲を言うと、これ垂らしていただいて磨いて、磨き終わってもう一回垂らすっていうとよりいいんですが、なかなか難しいっていう方はこちら使っていただければと思います。はい、うちのお店でもそうですね、1日1本以上は、はい、ご購入される方がいて、リピートも非常に多いものになりますので、よかったらこちらもお試ししてみてください。はい、もちろん人間様でも使えます。はい、でちょっとね、初めてなんでいろいろと商品だーってお話ししてきたんですけど、何がないかわからないっていうこともあるかと思いますので、はい、うちの会社の方でこういうものを作らせていただきました。はい、これフリーペーパーになります。この商品を作った経緯とかももちろんそうなんですけど、まずこちらがボリューム1なんですが、ちょっと今日の説明だけじゃわかんないよっていう方に向けて、こちらがさっきお話したキヌアですね。はい、あとは乳酸菌、あとはケストース、こちらには実はインターフェロンですね、サプリメントですとかプラセンタ、あとはご紹介したおやつとかですね、そういったものが非常に細かくご説明させていただいております。はい、で今月ついに出たボリューム2なんですが、ボリューム2の説明に関しては、先ほどお見せしたこのカラフルなシャンプーたちですね、シャンプーたちの、はい、ご説明含めてこちら、はい、各々の説明、あとはさっき僕がお話ししたちょっと油っぽいよとか、フケが多いよとか、そういったお悩みが各々ワンちゃんごとにあるかと思うんですけど、そういう時にどういう組み合わせでやるのが一番いいよっていうようなラインナップも紹介しております。はい、こちらフリーペーパーになりますので、もしよかったら、はい、お店にいらしたらお持ち帰りいただければと思います。はい、で当店トリミングも行ってるんですけど、トリミングでもこちらシャンプー剤使わせていただくこともできますので、もしよかったら、はい、トリミングの時にお声かけもいただければと思います。はい、はい、歯の予防の金額はいくらでしょうかっていうご質問が来てます。初回に関しては、歯の予防、あ、こちらですかね、ですかね、うん、一応こちらの商品に関しては2970円、はい、で行っております。はい、あと最後に話そうとしたんですけど、今日デンタルケアですね、お口の、予防ケアですね、先生をお呼びしてやっていただくイベントとしても実は月2回、はい、行っております。でそちらですと先生に実際にワンちゃんのお口の中見ていただいて、で今どういう状況になっている、なのでお家でこういうケアした方がいいよっていうようなイベントもやってます。そちらに関しては、初回が5800円、はい、あとは、どのくらいこの期間が空くかによって値段変わってくるんですけど、だいたい2500円から期間が空いちゃうと5000円ぐらいお代金いただくこともございます。はい、なので、ね、そういったイベントで先生に実際見ていただくっていうのもありなんですけど、なかなかそのご都合合わないよっていうことであれば、こちらもお試しいただければいいかなと思います。他ございます？あ、今のところ大丈夫そうです。あ、スキンミスト知らなかったっていう方がいたので、もうちょっとこちらがスキンミストですね。はい、この時期虫が出るんで、ぜひ使っていただければ、使っていただくのがいいかと思います。はい、お店 のレジの向かいのところに、はい、こちらのコーナー展開しております。はい、でちょっとじゃあ後ろ側を見るとちらっとですね、ご説明できるかなと思うのがカートですね。
カートも、はい、今2種類カートをご用意しております。でこちらもうワンちゃん飼われている方だったら、はい、知ってる方がほとんどだと思うんですが、エアバギーさんですね。でこちらが、小さいサイズ、大きいサイズ2種類展開しております。ですぐのお持ち帰りはできないんですが、まあ、実際に試乗していただいてどんなものかっていうふうに体感していただくことはできます。はい、でもしご購入する際は、お店の方で1回お取り寄せをしてから、はい、お持ち帰りいただく形になりますので、そちらご了承ください。1回ね、どんなもんなのか試してみたいという方はぜひぜひ使ってみてください。あとお隣ですね、お隣は最近ですね、ペット博とかそういうイベントで出展されているので、ちらほらとお客様の中でも知ってる方が増えてきました。ロイヤルテイルズっていう韓国のメーカーのカートですね。非常に形も色も、はい、なんか今時っぽいっていうんですかね、おしゃれでして、こちらも人気の高い商品になります。はい、こういう感じですね。はい、でなかなかね、その商品売ってるお店が少ないっていうお声もいただきます。で千葉だと、ね、特に少ないらしいので、はい、もしよかったらこちらも現物お手に取っていただければと思います。でワンちゃん連れてきていただければ店内カートで、はい、試乗していただくのも構いませんのでお願いします。はい、でそのお隣になりますと、はい、こちらも非常に当店だと月300本ぐらいですかね、はい、ご購入される方が多いんですが、ブッチですね。はい、ネットで買っている方もいらっしゃるかと思うんですけど、店頭に来ていただくと常に冷蔵庫にはご用意しております。はい、で1本単位で、ね、もちろんご購入ができますので、もしよかったら、ね、気になる方はぜひ1本からでも構わないのでお試ししてみてください。ブラックで真ん中にはホワイト、下にはブルーで、こちらが 800g ちっちゃいタイプで、隣に 2kg のタイプがございます。はい、でお店で不定期にはなるんですけど、イベントとしてブッチの試食会なども行っておりますので、またブッチの試食会決まった時はインスタグラムで、はい、告知をさせていただきます。もしよかったらご参加いただければと思います。はい、でこちらですね、このブッチに関してなんですけど、犬心でちょっとしたポイントカードを作っております。映ってますかね。はい、 800g 買っていただくと1つスタンプをします。で2キロ買ってもらうと2つスタンプをします。で15ポイント貯まりますと、オリジナルグッズプレゼントしております。はい、でこちらのオリジナルグッズに関しても、実は時期によって少し物が変わるんですが、例えばですけどブッチのキャップがもらえたり、ナイフがもらえたり、犬心の、ポーチ、限定のポーチがもらえたりなど、いろいろとグッズがもらえますんで、はい、せっかくブッチ買うんだったらポイントカードも一緒に作っていただいて、はい、お試してみてください。はい、でこちらもちろん無料で作れますので、はい、よかったらお使いください。でブッチのお隣にあるのがこちら、先月からうちも、はい、取り扱わせていただきました。人間の冷凍食品で有名なメーカーさんですが、ニッスイさんですね。はい、冷凍食品のニッスイさんが作ったペット用のものになります。はい、ホーサムデリっていうんですが、すごい美味しそうですよね。こちらも見ていただくと分かる。はい、もう本当にヒューマングレードみたいな、人間が食べても、ね、全然良さそうな見た目のものになります。で商品としてはこんな感じですね。はい、こちらが牛肉のサイコロステーキ、こちらになります。でちょっとまだ中、ね、開けられてないんですが、本当に人間のお弁当のカップみたいな感じになっておりまして、こちら与え方に関しても本当に人間と一緒です。はい、電子レンジでチンをしていただくというような形ですね。はい、でこのホーサムデリも最近お商品としてはできたものになりまして、少しずつ少しずつ知名度が上がっております。で当店としても先月末から販売したんですが、もうやはりリピートでまとめて買われる方もいらっしゃいます。ちょっとお忙しい時のね、トッピングとかにもいいかもしれないです。でこちらに関してキンキンなんですが、インスタグラム見てる方ご存知かもしれないんですが、今週の土曜日に実際にこの商品の試食会を無料でやらせていただきます。で西井さんにもちょっとお伝えをしていただきながら、はい、行わせていただきます。でちょっとこの時期になるとね、やはり暑い、はい、日中ものすごい暑いので、
少しお時間遅めに今回させていただきました。4時30分から7時30分まで、はい、この間犬心ララポート店に来ていただくと、実際にこの西井さんのポーサムデリ、はい、試食ができますので、はい、もしよかったらあのお店遊びがてら、はい、来ていただければと思います。早速買っていただいた方が、うん、はい、旅行の時にも持って行ってくださったみたいで、うん、ありがたいですね。自然解凍でも全然利用ができて大活躍でしたってことです。ありがたいお言葉です。ありがとうございます。でちなみにあの試食会もやってるんですけど、今月末までキャンペーンもやってます。はい、2個買うと 20% 引き、3個買うと 30% オフになります。はい、で通常の定価はお一つ1078円税込みになります。はい、なのでぜひ、お気に召していただけたんであれば、31日までにまとめてご購入していただくとお得になりますので、はい、よかったら引き続きお願いいたします。お願いします。はい、で土曜日の4時半から7時半になりますので、はい、ぜひご参加もしていただければと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと長々とね、お品物ご説明させていただきました。で奥の方ですね、はい、来ていただきますと、こちらがトリミングルームになります。はい、もう今日の営業は終わっちゃってるんですが、こちらでワンちゃんをカットさせていただいております。でガラスが、はい、こちら側もございまして、こちら側もございますので、うちの子今どういう感じでカットされてるんだろうって気になる方もぜひ中覗いていただいても構いません。はい、あとですね、ちょっと以前まで非常に当店のトリミング予約が取りにくい状態になっておりましたので、最近なんですが、こういうお店に来ていただくのが一番なんですが、空き状況のカレンダーもご用意させていただきました。あとインスタグラムのストーリーでも、キンキンの空いてる日の、コースですとかお時間というのもアップさせていただいておりますので、もしお手数なんですけど、ちょこちょこ見ていただくと、あ、この日枠が空いてるなっていうのも確認がいただけます。はい、でキンキンの話なんですが、27日早速明日なんですけど、明日も11時からであったらシャンプーのコース、はい、ご利用いただけます。で3時からになるんですけど、ワンちゃんのカットも行けますので、あ、ちょっとキンキンなんだけど行きたいなっていう方、明日の朝一でもいいのでお電話いただければと思います。で29日土曜日、先ほどお話しした試食会の日ですね、試食会の日も空いております。はい、11時から朝一からなんですがシャンプー行けます。で4時からですと、カット行けます。はい、で夜6時半からもシャンプーが行けます。はい、なのでね、せっかくイベントがあるからワンちゃん連れてきて、あ、どうせだったら一緒に綺麗にしてほしいなっていう方、もしよかったら明日以降で構いませんのでお電話いただければと思います。はい、大丈夫そうですかね。はい、はい、ありがとうございます。では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 、ちょっと長いご説明になってしまいまして、はい、で実は今犬心ララポート店としてはなんですけど、ワンちゃん、犬心だからワンちゃんでしょなんですが、ワンちゃんは今東川口、うちの系列姉妹店ですかね、系列店の犬心東川口店でワンちゃんを今販売をさせていただいております。じゃあララポート店何がいるのっていうと、今かわいかわいい猫ちゃん、はい、猫ちゃんを今メインで扱わせていただいております。で店長の僕も非常にメロメロな猫ちゃんがいまして、ちょっと今夜なんですけど少し連れてきましたんで、もしよかったら映してあげてください。はいはい、こちら今映ってる西戸ですね。はい、画面越し左側、こちら側の子ですね。はい、がマンチカンになります。マンチカンの女の子、5月の20日生まれの子ですね。もう今でいや2ヶ月ちょっとっていう感じです。めちゃくちゃ可愛いです。はい、すぐお腹出してゴローンしてくれます。でお隣にいるこちらの子ですね。はい、こちらの子がサイベリアンですね。はい、男の子になります。この子もね、結構甘ったれでね、はい、よくゴロ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 言ってます。はい、2人ともめちゃくちゃ可愛いです。
で今少しずつねララポートも夏休み入ってましてお客様非常に多いので少しずつ今慣らしてお店の方にお出しをしていきますので、はい、店来たけどいなかったよっていうことがあればスタッフにお声かけいただければすぐにお出しさせていただきますので、もしよかったらこの子たちにも会いに来てください。かわいいです。かわいいね。眠いのちょっとね。眠いね。はい、ありがとうね。ありがとうね。あーにゃー言ってる。お耳がとっても綺麗ですね。どうしたどうした。美人さんね。にゃーなの、かわいいね。また後でね。バイバイ。はい、ではもう30分ぐらい経ってしまいました。すいません、長くなりまして、はい、かわいいかわいい猫ちゃんも見ていただけたかと思います。でちょっと長くなりましたが、最後に皆さんにご紹介したいものがございます。でこちらなんですが、お店来たことある方はもしかしたらご存知かもしれないんですが、犬心としてちょっと面白いんですけど、ワンちゃんの会社やってます。はい、で会社といってもちゃんとした会社ではなくて、皆様で犬心を盛り上げて生きてほしいっていうような会社になります。でこちら何かと言いますと、はい、僕らドッグスピリット、略して DS と言っているんですが、ワンちゃんのお洋服にですね、私たちの犬心のロゴをつけさせていただいております。はい、でこのお洋服を着てお店に来ていただくと、はい、犬心のことを紹介してくれてありがとうということで、出勤簿というものをご用意してます。こういう感じです。はい、でお店に来ていただくと僕らがスタンプを1個ずつ押していきます。はい、押してっていっぱい溜まると、お店では売ってないこういうお名前が入ったお洋服がなんともらえちゃいます。はい、ね、お散歩がてら来ていただく方も非常に多いんですけど、まあちょっとね今の時期暑いので、はい、なかなか難しいかとも思うんですけど、まあ今お話しした犬心、いろいろお店に来たいなって思ってくださる方、これ実はいつまでに来てもらわなきゃいけないというルールはありません。はい、なのでもしよろしければお洋服一着ご購入は必要になるんですけど、はい、よかったら犬心を盛り上げる仲間になっていただければと思います。はい、ぜひぜひぜひ来てください。はい、スタッフもね、よく来ていただくワンちゃんはね、もうお名前も覚えてね、はい、仲良くさせていただいておりますので、もしよかったら、はい、犬心一緒に盛り上げていただければと思います。お願いします。はい、じゃあすいません長くなりました。最後こちらですね、振り返りになります。はい、近いうち行うイベントです。7月の29日土曜日ですね、今週の土曜日、お時間が4時半から7時半まで、はい、日水さんが作ったポーサムデリというこの美味しそうな冷凍食品ですね、こちら無料で試食会を行います。はい、ぜひぜひ、ちょっとね暑いお時間避けようと思いまして、なるべく夕方から夜という時間にしたんですが、はい、もしよかったらワンちゃんと一緒にご来店いただければと思います。で今月末までまとめて買っていただくとお安くなりますので、よかったらお願いします。はい、あとは、まあ、ブッチですね。はい、今大人気のブッチ、はい、ララポート店でも扱っております。で1本からご購入ができますので、もしよかったらこちらもお試しください。でこちらはお話ししてなかったんですが、アーカイブを残すんで、もしよかったらご覧いただければと思います。デンタル予防ケアというお口のケアですね、先生に来ていただいて今のお口の状況を見ていただく、そしてどうやってお家でケアしていけばいいのかなっていうイベントをやっております。で実はこの配信している今日ですね、実際に行っておりました。はい、月2回行っておりますので、もしよかったら8月から12月こちらの日行いますので、はい、ご興味ある方お電話ないしお店の方にご来店いただければと思います。であとこちら9月と12月先の話になっちゃうんで忘れちゃうと思うんですが、
こちらは絵描きさんに来ていただいて、お家のこのこういうお写真になるんですが、チョークで描いたチョークアートというものを行います。はい、こちらは3ヶ月に1回、3、6、9、12で行っておりまして、次9月の17、12月23行います。はい、こちらもお店にですね、実際に書いていただいたサンプルもありますので、なんかやってみたいなとか、12月23なんてね、クリスマス前ですから、はい、お家の子に何かプレゼントしたいなっていう方、もしよかったらこちらもお試しいただければと思います。はい、すいません、非常に長くなりましたが、何かご質問とか聞きたいことって入ってました？ちょっと前のお話になるんですけど、スキンミスト、そのまま使えるんですかっていうご質問が入っています。はい、そのまま使います。はい、ただこちらだとキャップのタイプになってますんで、はい、もしお散歩とかで使うんだったら、スプレーガンのものに切り替えていただくと非常に使いやすいかなと思います。はい、あとは制服、制服、はい、DS、 はい、はい、アウトラストの素材が最高で、はい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 、お散歩にも部屋着にも大活躍ですと。なるほど、ありがとうございます。今期もですね、実は新しいお色の制服が出たんですけど、アウトラストがですね、今回ご用意ができなかったんです。はい、なのでちょっとあるものでしばらくもう発売というか終売になる可能性が非常に高いので、もし着心地よかったらお早めにもう少し買っていただいた方がいいかと思いますので、はい、お願いします。嬉しいですね。はい、はい、結構使ってるよっていうお声が入ってるので、はい、知らない方も、実際に来ていただいてる方の声がね、一番ですからね。はい、そうですね、うん、そのアウトラストも、はいはい、素材がクーラー対策にもバッチリで、うん、すごい助かってますっていうお声が。そうですね、暑い時には冷却的にこう涼しくなって、はい、涼しい環境にいると暖かくなるっていうね、不思議な、はい、素材になりますね。NASA とかが使われているという生地を実はワンちゃん用に持ってきたっていう、なかなかの優れもんですね。はい、嬉しいですね、やっぱこう使ってるよっていう声があると、うん、コメントとかも大丈夫そうですかね。はい、コメヌカ音浴もすごくいいですっていうお声が。嬉しいです。なんか僕らがこうやっていろいろと作ったものがね、いいっていう声をいただくのが本当に嬉しいですね。はい、はい、ぜひぜひこう皆さん、もっともっと、はい、犬心ララポート店としても名前を広げたいなとか、あとは皆様にお越しいただきたいなっていう気持ちが非常に高いので、口コミですとか、はい、拡散の方していただければ嬉しいです。はい、はい、大丈夫そうです。こちらも大丈夫そうです。はい、ありがとうございます。あとまた近くなったらインスタの方に入れようと思ったんですけど、そうです、9月にですね、あ、9月、8月です、8月の、26です、ですね、に光るリードですね、はい、のルンカさん、はい、ルンカっていうリードを作っていただいているメーカーさんにお店に来ていただいて販売していただくことが決まりました。はい、まだインスタもホームページも告知してないんですが、詳しいことまたインスタグラムの方に掲載しますので、はい、8月26日夏休みだと思いますので、はい、もしよかったら皆さん、はい、お越しいただければと思います。お願いします。はい、じゃあすいません、30分過ぎてしまいましたが、ちょっとほっとしましたね。初めての犬心としてのインスタライブだったんでどうかと思ったんですが、はい、皆様いっぱいコメントもくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、またね、定期的にこういうふうに生の声でご説明ですとかイベントの告知できたらなと思いますので、その時はぜひまたご覧いただければと思います。はい、じゃあすいません、長くなりましたが最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またじゃあ見てください。はい、こちらもアーカイブ残しますので、はい、途中から参戦された方も後で見返してください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。